さあ登場してまいりましたハヤブサです。このマスクが、ま、この日限りのマスクというスペシャルバージョンですね。そうですね。どうですか自分のこういう姿を見て。こうやって動いてる絵として見るのは今日初めてなんですけど、やっぱりなんか自分じゃないみたいで新鮮でいいですね。さあ最初の出番は誰にしようかというところなんですが、ガンモスケが出ていたんですが、人生が出ていったところで引っ込みましたね。これそうですね、人生を散々呼び込んでいて、わざと引っ込むっていうような。はあ、肩透かし。僕も何度かやられたことあるんですが、結構蚊に触るんですよ。ジゴズギ。なるほど、その辺人生も感じているんでしょう。一発ガンモスケに踏まれました。ガンモスケが出ていきます。さあこれは面白い。おっと、ハヤブサが出てきました。一個一発肘も落とされました。そしてコーナーです。ガンノスケが振ります。ラリアット。ガンノスケ、ハヤブサの骨肉の対戦になっています。ああ、人生のポーズ。やっぱりいやらしいですね、やっぱり。早速やってきますもんね。ガンノスケ、視線の先には人生を睨みながら、ハヤブサをヘッドロックに捉えています。戻ってくるところ体当たり、ドロップキック。さあ早くも場外に逃げていきます。ハヤブサはどうするんでしょうか。爆手を見せます。あーっと後ろに大矢、バックドロップです。これ完全に意表を突かれたんじゃないですか。こういう不意打ち的なもんってものすごく効きますよね。そうじゃなくてもフランケンしたいな、このバックドロップっていうのは。大矢選手ってああいうのうまいですよね。そうですね、試合をよく見ています。さあ人生とガンノスケのこれで組み合わせになりました。腕を1回2回ねじ上げといて決めていきます。人生が戻ってくる。体当たりショルダーアタックを見せます。もう1回いやサイド回転からキックを見せます。これが本物だという。人生のポーズを決めます。さあこれから、おっと、この辺は転んでもただ起きません。おっ、ガンノスケクラッチ。これは黒田が飛び出していきます。カットしました。特にこの初めて来るとガンノスケクラッチっても返しづらいですからね。かなり、危ないですよね。ふっとしたことでやられると、あれシングルの時はかなりな確率で決まりますもんね。そうですね。さあ大矢が出てきます。先ほどバックドロップを早くも見せてくれました。大矢と人生の顔合わせです。この2人の顔合わせも楽しみですよね。面白い展開です。そうですね、やっぱりちょっと渋谷のキャラクターなんで、2人ともどういう風な絡みになるのかっていうのは興味深いですよね。そうですね。大矢が戻ってくる。人生の動かない、あっと、しかしちゃんと見えています。この人生のまた動きます。動きというのは独特ですね。そうですね、なんていうんですか、テンポが独特ですよね、やっぱり。なんていうんでしょう、一瞬こうずっとスローな展開ですけども、非常に動き自体が速いですもんね。そうですね、もうパッと動くときってのはやっぱり運動神経がすごいですからね。はい、おっ、腕を決めました。さあ今回は大矢久勝を道連れにロープ当たりです。死闘手形の音はしていきます。毎度見せてくれます、このロープ当たり、鏡ロープ当たりです。そして黒田が登場してまいりました。天下屋黒田哲弘、相手の押し、おっと、またトラスキック、ラリアットです。一旦切るんだんですが、そのままラリアット。黒田も最近やっぱりなんていうんですか、すごくいいですよね。そうですね、もうちょっとやそっとのことでひるめないっていうのがすごく、気持ちが出てて見てて気持ちいいです。ラリアットです。最近助走付きの見事なラリアット見せてくれますよね。そうですね。さあヘッドハンターズが出てまいりました。 A と B、 今日は全く同じコスチュームですので、見分け方はですね、黒いサポーター肘にしてるのが A です。今入ってるのが B です。ハヤブサさんはこの2人どうやって見分けるんですか。そうですね、試合入ってみて動き出さないと案外区別つかないですね、僕は。あ、動きで見分けるんですか。ええ、その辺はさすがですね。表情ではじゃあ分からないですか。顔パッと見ても分からないですねさあコーナーを蹴散らしておきます。
邪魔者がいなくなったところでガンノスケスティックを持ってきました。どこからこれ持ってくるんでしょうね。一発いきます。この日はもうでも入場する時点で、はい、あの人生の真似して棒を持ってきてましたね。なるほどなるほど、いろいろバリエーションを考えてるわけです。アピールします。人生はちょっと今頭に傷を負ったんでしょうか。フラフラしていました。とコンクリートの壁に激突。これはチェーンですね。そうですね、あまり目立ちませんけど結構よく持ってますね、ハンターズはチェーンは。こんだけ大きな体ですがどっかに入れてても分かんないでしょうね。そうですね、黒田が捕まっています。さあ B が出てきました、 A も出てきました。この辺のコンビネーションも見応え十分です。早部さん当然このヘッドハンターズとは結構やってますよね。そうですね、はい、どうですか実際こう技をかけたりあるいはアタックしてみて。そうです、まずはい、基本的には投げれませんからね、やっぱり。そうですよね、200キロですもんね。おっ、リッキーがカットに入りました。でどうするんですか。やっぱり僕の場合だとどうしても飛んで、はい、勢いつけて倒してからっていう部分になりますね。ですよね、地獄好き。そして鉢合わせさせるのか。いや、逆にヘッドハンターズが同士打ちしてしまいました。フラフラになっていますが、さあ2人が飛びます。人生と早草息が合っています。残ってるのは A です。ヘッドハンター A を捕まえました。どうするんでしょうか。ダブのキック。あー、人生ポーズ。今ようやく倒れました、ジョブズギー。この辺だんだん合ってきてるんじゃないですか、息が。そうですね、もう気持ち的にはずっとそうだったんですけどね、はい、やっぱりお互いのキャラクターはどっか遠慮してる部分もあったしですね。あー、なるほどね。ベースクラッシャーも息が合っていました。さあ、ハビスが飛びます。スワンダイブからのコンヒーローですか。アトミコです。アトミコ、はい、先日も場外に向かってアトミコを見せてくれましたよね。そうですね。おっと、今度はロハドーラ。アトミコをやるときは結構勇気がいると聞くんですが、どうですか。そうですね、やっぱ頭から突っ込む形になりますので、どうしてもフラスキックサイドから蹴りを入れておいて、さあ飛ぶんでしょうか。まずはスライディング。さあケブラーダか、ガンのスクに向かってケブラーダ。このヒットの仕方はどうですか。今のだとやっぱり足の方からうまく着地できたので、それほどダメージはないと思いますね。あ、なるほどね。さあ、リッキーが踊り始めました。リッキーの展開に入っています。ヘッドハンターを捕まえました。リッキーはこういう感じになってこないとダメですよね。そうですね、やっぱり正規軍に帰ってきたらこういう明るさみたいなものがすごく戻ってきたので、その分生き生きして見えますよね。おおと、ドライバーです。この間いらっしゃった伊藤レフリーによりました、これはくどめドライバーなんだと。ああ、そうですね、今膝をつく形でしたから、工藤さんがいなくなった途端使い始めたと言ってましたけどもさあ今度は神風です。お得意の神風でここでタッチ。黒田にこの後は譲ります。黒田がダイビングエルボー、これで入るんでしょうか。ガンノスケから取ったらこれはなかなかのものです。ガンノスケを振ってそのまま追いかけているラリアットです。気合いのこのナックルパート。あーっと、今股間でしょうか。普通だと尾てい骨なんですけどね、あれは股間狙ってますよ ね、 ですね。今度はアトミックドロップ、今度は尾てい骨、背骨の方です。あ、背骨でしたか。大谷選手もかなり上げづらいことありますね。バックドロップに見せかけて油断させといて狙ってきますよね。あ、なるほど、うまいですね、その辺ね。受け身取りづらくさせられるんでやりづらいですね。さあどうするんでしょうか。ショルダーアタック、ライン・ションザーアタックを見せました。今後ろからちょっかい出しましたね、誰か。ガンノスケだと思いますね。さあガンノスケを見ています。念仏パワーボム、大谷から念仏、大谷が返しました。この辺はさすがです。念仏パワーボムを返しましてネックブリカードロップの指示を送ります。ヘッドハンターに指示を出しました。あ、来いという、あーっと、しかしそれが墓穴となってしまいます。トランスキックから、さあ早田さんの登場です。黒田も出てきます。あ、総攻撃、他のものを抑えに来ました。ここからの体勢はあの技ですね。そうですね、ファイヤーバードスプラッシュ。さあ邪魔者はいません。あーっと、
ガンノスケですね。ああいうのはやっぱり危ないですよね、やる方としては。油断してた僕も悪いんですけど。でも投げつけてきましたか、これはしょうがないでしょう。なだらしきのブレンバスター。わーっと、しかしその後強烈な一発が来ました。ダイビングヘッド、これは2人がカップに入っています。技を止められた後の精神的に動揺している時にああいうのがボーンとくるとやっぱりですよね、効きますよね。かなりあのファイアーバードスプラッシュはもう決めるまでが大変じゃないですか。あの、仲間をねこうヘルプに回させておいたという感じがありますから、それをできなかったという。あ、ダンダースがやってくれます。こんなことされてたんですね。あ、倒れてるから分かんなかったですね。やっぱあの二人に衝突されて下手に下手なトラックより効くんじゃないかと思いますからね、実際。トラック、ダンプカー、強烈なものを感じますが、この時点でどうですか、結構効いてました。そうですね、思えばあのファイアーバードスプラッシュ、ガンノスケのチャチャが入ってからです。横槍が入ってからちょっと展開が怪しくなってきています。正規軍、あー、トリッキーが来ました。ヘッドハンターのパワーボムは食らいたくないところですが、こちらはガンノスケの念仏パワーボム、それは許しません。人生エンズ入り、入り乱れてまいりました。セミファイナル45分1本勝負、メインとしてご覧いただいています。さあ1対1です。バックを取りました。ダブルアームからブラネンカバスターを決めました。カウント、先日、最近これ先日も出しましたよね。そうですね、これ何という技なんですか。基本的にはフルネルソンバスターっていう技の改良版なんですけども、はいはい、一応僕が使った場合っていうのはファルコンスマッシュというファルコンスマッシュやり方を自分ではしてますけど。さあそして今度はファイアーワードスプラッシュ、これはどうでしょう、決まりましたが、はい、あーカットですね、思いですね。今の飛びは何点ですか。点数はどうなんでしょうね、返された時点で100点ではないですけど。あーそうですか、はい、やっと強烈、黒田が飛び込んでまいりました。黒田の飛び込み勢いがあります。ジャーマンスープレックスを連結させます。ジャーマンの連結、ロコモーションジャーマン、もう一発引くか。いやいやいや、ガンノスケが効きそうです。ガンノスケが来る前に決めてしまいたいところ。これクロスアームスープレックスかなんか狙おうとしたんですが、狙ってたんです ね、ガンノスケの椅子の使い方も容赦ないですね。そうですね、このカバー返せないのか、返しました。右の肩が上がっています。ファイブサさんどっか行っちゃった、捕まってますね。一番画面の下で捕まってます。あーっと合体技、リッキーが止められています。カウントは2、あの大きいのにしがみつかれると動けないですよね。なかなか、そうでしょうね、大きな岩に縛り付けられたような感じでしょうね。さあブレンバスターが、いや、ファルコンアルゴですね。ファルコンアルゴですね、これ起きて破りの相手の技を使っています。ハヤブサさんの技です。さあこれからどうするんでしょうか。サンダーファイヤーか、いや念仏です、念仏パワーボムか、いやサンダーファイヤーですね、念仏のサンダーファイヤーですね。カウントが入りますが、人生ハヤブサ2人でカット、しかしまた戻されていきました。人生、こちらはハヤブサはまたヘッドハッダーに捕まっています。人生は大家がガッと首根っこを捕まえまして、これ記者席なんですがパイプのところに打ちつけてきました。そして黒田は、あ、これ最近よくやってる技ですね、ファイヤーサンダー、ファイヤーサンダー、サンダーファイヤーの裏バージョン、この辺も FMW をひにくってます。あーっとスリーカウントです。この試合は早瀬さん、あの汐留が近づいてるだけに、先ほど言いました勝ちたかったですよね。そうです、本当にできればもう甲子園まで